4月から始まる春の新ドラマ木曜日放送の中から気になったものを紹介いたします私が今気になっているものはケイジとケンジ時々判事そして勝利の方程式です初めにケイジとケンジ時々判事の紹介をいたします主演は中井戸豪太役の桐谷健太さんですそれでは全体のあらすじをお話しいたしますサスペンスとユーモアで軽快に描く新ドラマ 刑事と検事時々判事の主人公中井戸豪太は昨今重視されるコンプライアンスなどはてな状態でとにかく犯人を逮捕して被害者に感謝されたいと躍起になる元体育教師の刑事デリカシーがななかったり昇進も気になるといった人間的に未熟な部分を残す一方地域住民との触れ合いを大切にするような 人情味あふれる姿勢を貫き己の足と刑事の勘元教師の情熱を生かした捜査を展開していきますそんな中途採用の情熱刑事中井戸豪太の前に立ちはだかるのは人を裁くには法が全て人生経験や人情など関係ないと言い放つ日本屈指の頭脳を持つ検事チームそこへ新たに司法サイドから通常の刑事ドラマでは ほぼ登場することのないというのもドラマではパッと出がちな逮捕令状や家宅捜索令状実は必要な証拠を集めた刑事から請求を他でもない判事が認めなければ発行されないのが現実さらに検事が求める被疑者の交留請求やその延長についても判事が決定権を握っているのです しかも判事は独立への原則から上司や組織の目を気にする必要がない。その揺るぎない存在は組織のしがらみも多い刑事や検事にとっていわば目の上の単行部、難攻不落の存在で、令状逮捕、送検、起訴、令状裁判という一筋縄ではいかない過程の中、学歴も身分も収入も資格も捜査方針も全く違う 本作。さまざまな事件をきっかけに渦巻く大人のビターな群像劇を老若男女問わずくすっと笑えるユーモアも交えながら軽快に描く新感覚のサスペンスコメディーというのが全体のあらすじです公式ホームページのあらすじをそのまま読んでいるんですが「令状逮捕送検」の流れで「令状」って2回出てくるんですね ケンジが出てくるドラマといえばこの間映画放送されましたが「ヒーロー」ですね裁判官が主役のドラマといえば一系のカラスでですすすねねあらすじを見る限りは面白そうです、ね、こちらのドラマは刑事と検事諸葛と地見の24時の一応続編第2シーズンですなぜタイトルが変わったかというと第1シーズンの桐谷健太さんのバディ役が東出雅宏さんだったからです。 残念でもスタッフはよく第2シーズンにこぎつけましたね。東出さんね。昔東出さんに顔が似てると言われたことがあるので、まあちょっとは思い入れがあるんですが、まあしょうがないですね。不倫はダメです。脚本は第1シーズンと同じ福田康史さんです。この方が手がけた脚本を見たところ、私結構見てますね。面白いです。ガリレオ作品だったり、ヒーローだったり、 最近であれば書けない脚本家吉丸圭介の筋書きのない生活だったり見てましたただウィキペディア見てたら2017年の作品チェイスで盗作疑惑があったんですよねこれが清水清さんの著書殺人犯はそこにいる隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件をパクったと言われておりますセリフに至るまで多数の類似点があるということで オリジナルのフィクション作品だと言ってたけどどう考えても違うということで最終回も中止になりましたこの方は自分で取材して独自の脚本を手掛ける方らしいんですけどななんんんででそんなことをしてしてまったんですかね後にいろいろ書いているので才能が枯れたというわけではないと思うのですがまあインターネットドラマだから手を抜いてしまったのでしょうか。こののニュースは当時結構話題になったので 私も覚えてますパクった元とされる清水清さんはまあ、今現在ちょっとあちゃこちゃあるけどもうすごいです記者なんですけどやってることが普通にドラマです横道にそれますが清水清さんのことが気になった方は YouTube で色々あるので検索してください私はタックーさんの動画で知ったのでタックー清水清で検索すれば桶川ストーカー殺人事件の方ですがその動画が出てきます 話は戻ってドラマの演出は本橋慶太さんと木下直美さんです本橋さんはタミヨとかやってたので私好みですねコメディが好きな人はこのドラマおすすめしますおそらく一話完結だと思うんですけど一話完結の他に全体を通して一つの謎があったら考察動画出したいと思います次は勝利の方程式について紹介したいですが私はいつも ドラマの考察動画を上げているので考察聞きたいという方はチャンネル登録お願いしますそれでは勝利の方程式のイントロダクションを読み上げます親友を冤罪で殺人犯にしてしまい法廷を去った女性弁護士が謎の脚本家の力を借りて現代社会の闇を暴く劇場型リーガルミステリー子役時代に培った演技力を持つも 親友を冤罪で殺人犯にしてしまい放送界から姿を消した弁護士神楽1年後蘭と同姓同名のリーガルエッセイがネット上に掲載され負けを知らない敏腕弁護士として祭り上げられていたそんな蘭の前に現れたエッセイの筆者は謎の天才脚本家蘭は親友の冤罪を晴らすため 黒沢が書く台本の力をを借り弁護士活動を再開することになるラ蘭が救えなかった親友の事件の謎そして黒沢が抱えている謎2つの謎が絡み合い徐々に真実が明らかになり一つの事件につながってゆく「法廷」という名の劇場で筋書きを超えたドラマが始まるというのがイントロダクションです。主役の弁護士神楽ランが未来さんで 脚本家の黒沢仁が風間俊介さんです演技に関して言えばもう満点ですねイントロダクションを読む限り面白そうです回はないですけど広瀬すずさんと上木隆之介さんの学校の会談を思い出しました脚本家は何人かいるんですが一人は小谷信明さんです最近だと元彼の遺言状や DCU 手錠を持ったダイバーを手掛けています 元彼の遺言状を書いてたんですね何は書いてたんですかね元彼の遺言状大泉洋さんが好きなので全話見てたのですが面白いところとすごい面白いものの落差がちょっとあったのでねもう一人の脚本家は本田孝明さんですこの方の脚本で見ていたのは資格探偵日暮らし旅人ですかねあと無茶ぶり私が社長になるなんても見てましたね 脚本家さんはあと二人いましたが説明はここだけにしておきます脚本家さんが手掛けた作品を見る限りそこまで重い作品にはならんそうです監督は蓬莱忠明さんと本田隆一さんです蓬莱忠明さんが手掛けた作品は最近のは罠の戦争家政婦の三田園探偵星かも僕の殺意が恋をしたなどです本田隆一さんが最近手掛けたのはデブとラブと過ちと 魔法のりのり探偵が早すすぎる、極主風などですやっぱり監督を見ても結構ライトな見やすい作品になってると思いますこれこそ1話完結で全体を通して大きな謎があるんですが視聴率が取れますかね考察動画上げたいのですができれば再生数回ってほしいですからねでも何が当たるかわからないのが YouTube です ドラマブラッシュアップライフが面白くて考察動画上げたのですが初めは100再生いきませんでした再生数回りませんでしたが好きだったので考察動画上げ続けましたすると7話の考察動画で YouTube 始めて以来初の1万回再生回りましたやっぱり面白いドラマって伝わるんだなって思いました警視庁アウトサイダーも同じような感じでしたが 最終的に頑張って繊再生でした。ドラマ自体は面白かったんですけどね。私みたいに本格的に謎解きや考察をする人はいなかったんでしょうね。コメディ要素が強くて小ネタが多かったですからね。それでは4月の新ドラマも楽しみという方は高評価、チャンネル登録、公式 LINE の追加、そして LINEPayPayPay での投げ銭よろしくお願いします。私3月誕生月ですので 誕生日プレゼントとしてチャンネル登録だけでも何卒よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。見て面白いと思っていただけたら高評価、チャンネル登録、公式 LINE 登録してください。各 SNS もやってますのでよろしくお願いします。よろしくです。